はい、というわけで皆さん、こんにちは、サーキングでございます。今回はですね、皆さんもご存知だと思いますけれども、こちら兵庫県の大繁華街でございます。神戸三宮の方に来ております。さて、今回の動画なんですが、タイトルにも書いてると思うんですけれども、 NMB48 の聖地巡礼旅をしていきたいと、そういうふうに思っております。この兵庫県のね、神戸三宮は結構 NMB48 の聖地巡礼をできる場所が多いということで、第一弾はこの三宮でやっていきたいなと、そういうふうに思っております。様々な場所に立ち寄っていきますんでね、ぜひと皆さん楽しみにしておいていただければと思います。というわけで、今回の動画はですね、 NMB48 の聖地巡礼旅第一弾、神戸三宮でやっていきたいと、そういうふうに思っております。早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。走り去ってゆく風景は何もあの頃と変わってないのに、愛を知らぬ間に通過して切なくなってきた阪急電車。というわけで、一つ歌を歌わせていただいたところで、それでは早速1箇所目に行っていきたいと思います。それではレッツゴー。というわけで、まずはこちらに来させていただきました。皆さんもご存知だと思いますが、これですね、生田神社というふうに書いております。皆さん、陣内智則さんってご存知でしょうか。ドッキン48で MC とかやってたりしてましたが、まあ有名な方ですね。あの方が藤原紀香さんと結婚式を挙げられた、それでも有名ですけれども、 NAB 視点で言いますと、梅山コナちゃんと山尾里奈ちゃん、まあ山尾里奈ちゃん懐かしいな、まあ、2人とももう卒業しちゃってますが、この2人が国語百景もごもご旅でこの神社を訪れたということになっております。ちゃんと来るのも久々、楽しみというところでございまして、それでは早速参拝させていただきたいと思います。それでは入っていきましょう。生活ということで、あー入ってきたわ。いや、初詣とかね、今年はまだ行ってませんので、これが初めての参拝、2023年いい年になりますようにというね、そういう願いもここに込めたいなと思いますが、いや、いいな、立派な社でございます。ただ今日がですね、残念ながら皆さんも見ていただいたら分かると思うんですけれども、もう雲一つしかないね、曇天ということで、もうなんならね、雨もちょっと降ってきてまして、ちょっとね、今後が思いやられるんですが、まあ仕方がないですね。ちょっと傘を持ってないんで、ずぶ濡れにならないようにだけは気をつけたいなと思いますけれども、おお、すごいな、おお、人がね、いっぱいなのよ。これがさすが年始ですね、大行列ができておりまして、こっちにはおみくじも引けたりとか、後で引いてみようかな。それでは今から参拝ですね。願い事まだ決めてない感じなんですけど、とりあえず願っていきたいと思います。多分参拝する時取れないんで、今のうちに。というわけで、先ほど生田神社参拝し終えてですね、この坂の上に来たんですけど、まあ、行き上がってる理由は坂登ったからなんですが、この辺りね、北の異人館っていうのがございます。神戸の有名な観光地ですが、そちらの方のあの場所に立ち寄りたいと思います。ナビグルメで取り上げられてたあれですね、皆さんぜひとも楽しみにしておいていただきたいと思います。すげえ、ご案内って書いてるわ。おお、なるほどね、大正期に建てられてるという歴史あるそんな建造物ですが、すげえな、これの見どころができてる NAB にマジ感謝でございますが、ランフォーまで逃走中、これまた登り坂ですよ、これ大丈夫かな。来ました来ました、これですわ。こちら皆さんご存知、こちらスターバックス、これですね。あ、これはこれ頼むしですよ。皆さんご存知か分かりませんけど、出口ゆいなちゃんがラビーグルメで取り上げた、そんな場所でございます。いや、これは楽しみですね。すごい、めっちゃおしゃれやな、伝統的な、そんな感じがします。では行ってきます。失礼します。すげえ、あ、消毒しないとね。というわけで店内に来させていただいたんですけれども、すごいな、さっきの坂道なんですが、めっちゃおしゃれに、こんな見ることできることあるか。そして僕らが座らせていただいた場所がこんなんですけど、すごすぎ、おしゃれすぎてですね、ちょっと絶句するんですけれども、すごいな、これがスタバとはちょっと考えられないですけどね。
すげえ、神戸北の偉人か。その様子が全面に垣間見れる、そんな場所と言っていい。ゆいなちゃんは本当すごいですね。よく知ってるわ、こんなすごいおしゃれなスポット。いや、先ほどはちょっと体力をね奪われてる状況ではありますんで、いやちょっとここは一つゆっくりしながらっていうことができたらいいなと思いますけども、マジですごいよ。ほら、映せる範囲内にはなりますが、めっちゃおしゃれ。こんな場所にね僕が来ていいのかっていうレベルの、それぐらいおしゃれな、ほんと一言で言わされないぐらいね、まあ、ちょっと来れてるのがすごく嬉しいと思います。あのインスタでゆなちゃんが取り上げてるのを見て、いつか行けたらいいなと思ってたんで、ここはちょっともうすっごく超絶嬉しいというところでございますね。いやありがとうございます。ほんともうね、みんなのおかげでねこんなに楽しい思いをついでに体力も奪われて、ほんまにありがとうございます。そんな感じでございますけれども、いやほんま最高っすねいつものやつすぎでしょこれね。この面々も添えてですね、いただきたいと思います。いつもよりうまく感じるわ、美味しい。そして戻ってまいりました、神戸三宮の大繁華街。いやーいいっすね、神戸というものを感じるものですが、神戸国際会館結構これ近くかな、そういう位置関係ですけど、いいっすね、楽しいわ、おしゃれな感じが、こんななかなか見ないっすよ、イオンモールやっけみたいなね、そんな感じの佇まいですけど。そしてこの辺りが神戸の元町ですね。おーいいっすね、もうすぐねあの場所に行きます。その元町といえば皆さん分かるでしょうけれども、ぜひとも楽しみにしておいていただければと思いますが、いいっすね、楽しいよこれは。まあね、歩いてるのはちょっとあれですけど、しんどい部分ありますが、楽しいっすよ十分ね。これめっちゃかっけえな、神戸元町と書かれたモニュメント、いいですね。まあでもこっちには行きません。いやーついにやってまいりました、これが神戸元町中華街ですね。まあ、またの名は南京町とも言うでしょうか。おお、長安門って書いてるよ。いやーこれはテンション上がるよ、ここでたらふく食べようと思ってますんで、楽しんでいきたいと思います。ちなみにねこれはラビカツ、ラビグルメでございますんで、ぜひとも楽しみに。では行きましょう。次入ってそうそうスパイダーマンいるよ面白すぎやろこれ、神戸牛って書いてるらしいかも、神戸だな。まずは1店舗目これですね、神戸の南京町ユンユンさんですね。これ焼き小籠包のお店です。これも楽しみなんだよな。まず1店舗目ここに行きたいと思います。これっすね、これユンユンさん、これね今もね行列並んでまして、結構な人の数、これめちゃくちゃ美味しそうなよな。というわけでこんな感じで今列に並んでるところ、まあ、前にお友達の方が4人ほどいらっしゃいまして、後ろにもお友達の方が1人という、そういう状況。いやこれどれ食べるかですよね。ユンユンって書いてあるわ、ほらすごいな、おーすげえ、作ってるその芯をこうやって見ることができるんだな、すげえ。これを見ると余計美味しさが増しますからね、やっぱそういう作戦もあるとは思うんですが、いいっすねこれは、作られてるその現場がリアルで見れるのはすごいっすね。というわけでこれが焼き小籠包のどっこ入り、いいっすね、めちゃくちゃ美味しそう。これはねちょっと店内でこの部分では食べれないので、歩きながら食べたいと思います。じゃあいただきます。というわけでめちゃくちゃ美味しかったんですが、その横にあるこれがいちご飴のお店ですね。これもねゆいなちゃんがラビカツで取り上げてた、まあね、ちなみに僕は食べてないんですけど、今回まこちゃんさんが食べたと。続いて3店舗目はこちらですね。あのね、あそこに書いてるこれだこれだ、本格中華ポテト、これですね、こちらでございます。ありがとうございます。おーすごい、めっちゃうまそうや。というわけで中華ポテト、これはめちゃめちゃ美味しそうやな、なんか甘そうですけどね、あーめちゃくちゃ美味しそうだ。とりあえずねいただきたいと思います。まあね、食べてるうちはちょっと映ってるか分かんないんであれですけど、感想は後で書きたいと思います。いただきます。
そしてその中華ポテトは美味しかったんですが、その横にねこれがあります、メイキさん、ここの角煮バーガー、これもラビグルメでございます。まあこの後僕も食べるんですが、まあ、ちょっとまだ並んでない状態なんで、ちょっと先にねお店いただこうかなって思ってるんですけど、というわけでこちらが角煮バーガーでございまして、お、なんかいますよいますよいますよ。ということでね、こんな感じで、まあ、なかなか美味しそうですね。これまこちゃんさんがこの後食べるということですけれども、どうですかまこちゃんさん。楽しみです。楽しみです。めちゃくちゃ美味しそうだよな。というわけでこの後買って食べていきたいと思います。いただきます。さあそしてこれが南京町の広場ですね。ゆいなちゃんここで食べてましたよ。おおすごいわ、南京町って書いてあるよ。ほらほらほら、いいっすね、もう来たって感じがしていいっすよね。この広場最高です。おお近くまで来ましたけど、いいっすねこれ。素晴らしいわ。いやーこういう楽しみができるっていうのも NMB の一つの魅力だと言っていいんじゃないでしょうか。というわけでね、この後は新神戸駅方面にこれ向かってるんですが、これなぜかと言いますと、その近くに神戸の布引きロープウェイというのがありまして、こちらの方にケイトちゃんとハウスちゃんですね、ハートコンビの方が東方百景で乗ったということで、まあ、今回乗らないんですけど、その様子をちょっと皆さんにお届けできたらということで、今車に乗っております。いやいいっすねこれもね、やっぱね快適でいいなとそういう風に思うところでございますが、着きましたよ新神戸駅。山やもうすごいところにねあるんですけど、というわけでやってまいりました。こちらが JR の新神戸駅でございまして、でここからねちょっと皆さんに見える景色っていうのをお見せできたらと思います。まずはこっち側、南側ですね、あっちは三宮とかね、ここ分かりやすいんじゃないかな、こちらハーバーランドとかそういう位置関係になってます。だからこっちは海が見えるところで、その一方でちょっとすいませんね右左確認して、でこっち側よ、このこっち側がねえぐいっすよね。こっちが海になってて見ることができる、その一方でこっちが山、すごないこれ。この温度差といいますか、これがなかなかこの場所にいて面白いなというところでございます。で、まあ、先ほども言った通り布引きのロープウェイ、ここから見れんのかということでございますが、これ新神戸駅って書いてる、ちょっと左にカメラをやりますと、ほらほらほら、あれや、皆さん見えますよね、どんどん降りていってるやつがあるよ。そう、これが神戸の布引きロープウェイということになってます。上上がっていってるやつ、これが布引きのハーブウェイ、そちらの方に向かうやつで、これがまあどん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 降りていってですね、で駅がこの辺りかな、あれですね、神戸布引きハーブ園の36駅というふうに書いてると思うんですが、あそこに降りていくというそういうロープウェイになってるんですよ。でこれにケイトちゃんとハースちゃん、ハートコンビが乗ったってことになります。これはねどっちに乗ったかっていうと、上りこっちの方に乗りました。あすごいなこのカメラの性能は、本当にね拡大してもどんだけ拡大してもね結構鮮明に映るからいいもんですけれども、上りのロープウェイに乗って、まあ、ハーブ園の入り口のところで、まあ、ハートのマークとか作ってたりしてましたね、まあ、そんな感じになっていいと、そういうことになるんですよ。いやこれちょっと見れたら嬉しいな。この布引きのねロープウェイってなかなか見る機会もなかったんで、あこれは嬉しいもんです。いや今回はなかなか楽しい旅になってますよね。これは NMB が、まあ、特に関西ではねこうやって手広くいろいろな場所でロケを行ったりだとか、お仕事したりとか、ラビグルメインスタ乗っけたりだとか、そういうことしてるっていうところがね、やっぱりこの楽しさをより倍増させてる、そういう部分なんじゃないかなと、そういうふうに思えますので、本当にね良かったなと、そういう風に思っております。ではね今日はもうここで締めくくりにしようかな。この夕焼けがねなかなか綺麗なんですが、この布引きのロープウェイを見ながらエンディングの方にね向かっていけたらなと思います。この遠目から見てもね僕は嬉しいんですよね。もう本当はもっと近くで見たりとか乗ったりもしたいんですが、時間的にもう4時5時とかなんで、ハーブウェイもやってなかったりするんで、まあ、乗ったところで感はあるんで、そういう風になっちゃったんですが、これはまた機会があれば乗ってみたいなと思います。はい、というわけで
そろそろこの辺りでね動画締めくっていこうかなと思います。エンディングのねパートに行きたいと思います。いや本当にねこの神戸一日楽しむことができまして、こんなに楽しいもんなんだな。まあ多少ね歩いたりして疲れた部分もあったりしましたが、本当にすごく楽しい思い出となりました。まあ今日ね一緒にお付き合いいただいたオタク友達の皆様も本当にね心の底から感謝でございます。改めて本当にありがとうございました。また、こういう機会があればどうぞよろしくお願いいたします。それでは締めくくっていきましょうか。エンディングです。はい、というわけでエンディングでございます。ということで、いやいやほんまめちゃくちゃ楽しい、そんな一日になりました。神戸でこんだけ満喫できて、そして、まあ、NAVB のメンバーと同じ食べ物食べたりだとか、まあ、本当に同じ空気を吸ったような、そういう風になったなと思ったので、本当にねいい経験を今日はすることができたなと、そういう風に思っております。いや皆さんもぜひともこういう機会があればですね、まあ、お車とか出したり、まあ、いろいろ選択肢はあると思いますけど、電車乗ったりねしていただいて、こういうこともしてみてはいかがでしょうか。皆様ぜひとも NAB と共にこれからも楽しんでいきましょう。それでは締めくくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくくさせていただきたいというふうに思うわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね NAB48 の聖地巡礼旅ボリューム1第1弾神戸編と神戸三宮編ということになりました、とそういう動画でございました。ほんまにねめちゃくちゃ最高の一日になったんで、皆さんもぜひともですねこの神戸だったり三宮、この辺りにぜひとも皆さんもお越しになってみてはいかがでしょうかと、そういう提案させていただきまして、この動画締めくっていきたいと思います。最後なんでねせっかくなんでこのロープウェイも映しつつ締めくっていきましょうか。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。いやーすごいわ、いつか乗ってみたい。